どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。皆さん、今回はですね、実験してみたいと思います。こちらのおみくじシールスナック、おみくじシールとこちらのスナックが入ってるんですけど、普通はですね、開封するとこちらのですね、カール風のうま塩味のスナックが入ってます。これ結構美味しいんだよね、サクサクのやつで。今回したいのが、この未開封のスナックを箱の中に入れて、で1万回振ったらどうなるのかやってみたいと思います。昔流行ったんですけど、じゃがりこを未開封で振り続けるとなんか1個のボールになって出てくるんで、このおみくじシールスナックをダーッと1万回振りまくったら、なんかこう1個の塊になって出てくるのかなというのをね、ちょっと検証してみたいと思います。一応これね、セロハンテープで貼っておいて、どれぐらいの勢いで振ったらいいんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 30分ぐらいやって、ちょっと腕が限界なので、5000回までのカウントで一旦やめます。果たしてどうなってるのか。なんかもう粉の音ばっかりしてたんだけど、やばそう。思ったよりグロくないぞ。見栄えがそんな良くないんだけど、なんか天かすみたいなさ、なんかちっちゃい玉がいっぱいできたという結果になりました。おっきい玉できないか。これ固めたら一つの玉になるかもしれないけどね、あんまり皆さん真似しないでね。